こんにちは、つっちです。今回は、愛媛県、エリエールゴルフクラブ松山、インコースの13番ホール、レギュラーティーからピンまで363ヤード、ミドルホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、大王製紙、エリエールレディスオープンが、2023年11月16日から11月19日まで開催されます。13番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、サイドアゲンストの風が強く吹きつける。右ドッグレッグのパー4、右サイドは OB のため、ティーショットはプレッシャーがかかる。セカンドショット、グリーンを狙える位置にボールが来ていれば、積極的に狙っていきましょう。グリーン、センターにマウンドのある馬乗せグリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。インコースの13番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで363ヤード、ハンディキャップは8、右ドッグレッグのミドルホール。難易度は18ホール中13位、平均スコアは 5.22、平均パット数は 1.98。100切りの人は 3-4-2 パットが無難です。インコースの13番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで363ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、サイドアゲンストの風が強く吹きつける、右ドッグレッグのパー4、右サイドは OB のため、ティーショットはプレッシャーがかかる。インコースの13番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、グリーンを狙える位置にボールが来ていれば、積極的に狙っていきましょう。インコースの13番ホール、パー4、グリーン、センターにマウンドのある馬乗せグリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。こんにちは、つっちです。今回は、愛媛県、エリエールゴルフクラブ松山、インコースの14番ホール、レギュラーティーからピンまで418ヤード、ミドルホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、大王製紙、エリエールレディスオープンが、2023年11月16日から11月19日まで開催されます。14番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショットは左サイドにある大きな岩の右に打てると、スロープを下ってベストポジションに運べる。セカンドショット、グリーンを狙える位置にボールが来ていれば、積極的に狙っていきましょう。グリーン、なだらかに見えるが、結構勾配のある、受けグリーン。左から右へも速い。常に2パットを、頭に置きながらプレーを、していきましょう。インコースの14番ホールは、パー4。レギュラーティーからピンまで418ヤード。ハンディキャップは2、長いミドルホール。難易度は、18ホール中1位、平均スコアは 5.47、平均パット数は 2.07。 90切りの人は 3-4-2 パットが無難、100切りの人は 4-2 パットが無難です。インコースの14番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで418ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、
ティーショットは左サイドにある大きな岩の右に打てると、スロークを下ってベストポジションに運べる。インコースの14番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、グリーンを狙える位置にボールが来ていれば積極的に狙っていきましょう。インコースの14番ホール、パー4、グリーン、なだらかに見えるが、結構勾配のある受けグリーン、左から右へも速い、常に2パットを頭に置きながら、プレーをしていきましょう。こんにちは、つっちです。今回は愛媛県エリエールゴルフクラブ松山、インコースの15番ホール、レギュラーティーからピンまで374ヤード、ミドルホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、大王製紙エリエールレディスオープンが2023年11月16日から11月19日まで開催されます。15番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、左サイドの OB が迫る難易度の高いパー4。ティーショットで左を警戒しすぎると、右のラフや土手に打ち込んでしまう。セカンドショット、第2打はかなりの打ち上げとなるため、距離感がポイントになる。グリーン、奥から速い、砲台グリーン、右サイドより左サイドのスピードが速い、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。インコースの15番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで374ヤード、ハンディキャップは14、まっすぐなミドルホール。難易度は18ホール中6位、平均スコアは 5.33、平均パット数は 2.06。 100切りの人は3-4-2パットが無難です。インコースの15番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで374ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、左サイドの OB が迫る難易度の高いパー4。ティーショットで左を警戒しすぎると、右のラフや土手に打ち込んでしまう。インコースの15番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、第2打はかなりの打ち上げとなるため、距離感がポイントになる。インコースの15番ホール、パー4、グリーン、奥から速い、砲台グリーン、右サイドより左サイドのスピードが速い、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ゴルフ場の週間天気と、今日、明日、明後日のピンポイント天気をお届けします。気温、降水量など、基本情報だけではなく、プレーに役立つオリジナル天気予報も。風の強さと湿度、気温に応じたゴルフエンジョイ指数を1時間ごとにお知らせします。ゴルフ場のピンポイント天気予報をチェックし、今すぐゴルフ場予約、コンペ予約をしましょう。
次回は、インコースの16番ホールについての動画を投稿します。見逃したくない人は、チャンネル登録してお待ちください。